テラス席のあるお店を求めて姫路まで来ました。このお店は姫路駅城川お城川にあるビルの4階です。なかなか眺めがいいです。城は見えません。姫路駅が見えます。いつものようにテラス席です。家内のいるコロナ対策。テラス席のある店を探し回っています。このお店はお昼より夜がメインのようです。ワインセラーも見せてくださいました。上は高いやつ、そうじゃないの、淡路ビール、あの国はどこの国なのが多いの。私はやはりワインの飲めるビールでも飲めるんですけど、ワインが食事の時にあれば最高と。夜にまた行きたいお店です。今日のあのステーキランチアップします。まだあのいいねしてくれる人少ないね。洋酒も日本酒もしっかり揃えてあるお店です。ごちそうさん。お店の入り口の動画です。ちょっとごちゃごちゃしてるかな。今日のランチはこれです。